こんばんは、うん、こんばんは。あ、こんばんはじゃなくて、今日はメリークリスマス、イエーイ、メリークリスマスです。皆さんこんばんは。今日はクリスマス、もうあと2時間で終わってしまいますが、今日はメリークリスマスです、イエーイ、やったー。ということで今日はメリークリスマスなので配信をしますメリークリスマスなので、そうで今日はメリークリスマスなので、あのツリーの色した、なんかあんまり映ってないからなんかあんまり分からんかもだけど、緑のツリーのお洋服、ツリーのお洋服ではないけどツリー色した服です。でもなんか青に見えてきた、緑じゃなくて緑色なんですけど、これは緑色してるんですけど、なんか青色、そうツリーの色なの、そうです、正解。あ、リンカちゃんみたいに鈴はつけないの？ついてないです。あ、飛んでた。わ、クリスマスプレゼントが届いた。そう、あ、うわぁ、ちょっと、あミラーボールです。早速ありがとうございます。そう、今日はそれでクリスマス、メリークリスマスなんですけど、今日は目撃者公演、クリスマス公演の前座に出演させていただきました。はいはいって感じで、前座ガールズミニスカートの妖精で登場しました。なんか昨日おとといがおしゃべり会だったので、そのおしゃべり会でも結構なんだろう、クリスマス気分はだいぶ味わわせていただいてたので、なんだろう、ファンの方とかとお話しするときにサンタさんの格好をしてきてくださったり、メンバーがみんなサンタさんとかトナカイとかそれこそクリスマスツリーとかなってるのとか見てたから、もう結構その2日間で結構クリスマスをね、もう結構味わわせてもらった、楽しませてもらったから、もう結構クリスマスもう満喫したぐらいに思ってたけど、でも今日がクリスマス本番だからなんか不思議な気持ちになりました。なんか3日間クリスマスがあったみたいな感じがします。でも本当に今日が一番クリスマスだから、今日が一番クリスマスというか今日がクリスマスなので、でクリスマス公演に出て前座で出演させてもらって、前座ガールズで写真撮影、毎回公演の時って記念撮影するんですけど、その時にまた登場するんですね。でその写真撮影する時にクリスマスサンタさんの帽子をかぶって登場しました。めっちゃクリスマスじゃないですか。そう、そんな感じでした。あ、確かに土日はみんなサンタになってくれてたけど、今日は仕事だったから逆に実感なかった。なるほどね。だって今日ね、平日ですもんね。確かにそれも大きかったのかも。やっぱ土日がね、そういう日の方が多分もっと実感あったんだろうけど、平日だったからのもあるのかな。うん、昨日、あ、そうだ、昨日おしゃべり会のお話もありますね。昨日はお話会ありがとうございました。おしゃべり会、昨日の部も皆さんが会いに行きたいって思ってくださる方がね、いてくださったおかげで、ありがたいことに完売っていう形だったので、やっぱり昨日もずっと途切れることなく皆さんがお話ししに来てくれたので、すごく楽しかったです。そう、嬉しかったな。で昨日は
クリスマスイブだったので、なんとですね、サンタの格好をしました結構私はあんまりそういうのしないから、多分びっくりな方多かったんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、どうでしたかあんましないからさ、でも似合ってるって言ってくれたから安心しました。そう、全身で何かをすることはあんまりないから、なんか頭、髪の毛だけとか、なんか持ち物だけ豚とかはしたことあるけど、そう、頭の上に雲乗っけたりとかもしたりとかしたけど、全部ちゃんとしっかりするのあんまりしたことないというか、多分したことないから。でもクリスマスはやっぱり一番一年の中で、わからん、一番かわかんないけど、結構私の中ではトップクラスのウキウキなる季節なのでやっちゃいました楽しかったな昨日も。使いすぎなそうね、来てくださる方は好きでお話してきてくださる方が多いから、多分みんな優しくて褒めてくれた、ありがとうございます。そう、なんかね、めっちゃクリスマスだ。でもまあもう2時間で終わるけど、あ、そうそうそう、でサンタさんの帽子もあるの、これカーブかぶります。なんか今年のクリスマスは結構いろんな場面で、前髪が割れちゃうの、全然見えん、全然見えんやん、これサンタに見えるのか、やだ、ここ、あうん、全然見えんな これいる？どうですか？ねえ、前髪が、そう、頭の上に雲はハロウィンの時ですね、七花と一緒にお揃いでしました。そう、クリスマス楽しい、なんか街もキラキラしててウキウキ、なんだろうあれは、キラキラしてて楽しい雰囲気が一番感じる季節かな。しかもやっぱりクリスマスは小さい時からなんだろう、特別な日っていう感じがすごいからね、いっぱい美味しいもの食べられたりとか、多分それが大きいんだろうけど、この帽子いいかな、全然なんかそういえば去年もクリスマスショールーム配信した時も同じ帽子かぶってた気がする。なんかおしゃべり会の時はサンタになった時、このサンタクロース帽子じゃなくて、ベレー帽、白いベレー帽かぶってたから、この帽子は今年初使いましたです。
でもね、なんかもう今日で終わっ当たり前なんですけど、今日でクリスマス終了だから、したらもうあっという間に年、もうなんかクリスマス超えたらもうね、次は年越しの気持ちになるじゃないですか。年末よっていう雰囲気にもう一気に変わるだろうから、明日からもうあっという間にもう2023年さよならってなるのかなって思って、こわ、早、年越し早ってなるんだろうなって、もう予想、未来見えた。普通にそう、そうなんです、明日からクリスマスって何ってレベルでね、お正月ムードやん、絶対に。明日もだってもう明日これ被ってたらもう違うやん何してるんってただなるだけやけん。なんかおもろ、自分が陽気で面白いそうで、昨日のお話し会、おしゃべり会の時はあのスタッフさんとか関係者の方とかがあのメンバーね、 HKT のメンバーのためにあの抽選会を準備してくださってて、でもね、そのなんだろう、来た時からなんかこういうちっちゃいカードみたいな、名前書いてある抽選会の招待状みたいなみんなに配られて、これを持ってその抽選、ガラガラガラポンガラガラポンガラガラポンだったんですけど、それそのカードチケットを持って行ったらガラポンできるよっていうやつで、その名前書いてあるこれを受け取って、そう抽選会をしたんです。そう、皆さんが準備してくださってて、そうめっちゃそういうのあるの知らなかって、そう知らなくってね、だからもう私が来た時には結構メンバーがもう弾いてる人が多く、結構もう半分ぐらい弾いてたのかな、わかんないけど結構弾いてて、でみんなめっちゃ盛り上がってて、でなんだよ、結構いろんな景品がすごい豪華だったんですよ。しかも用意してくださってたのが、で一番あの金色のあのボール、この丸いやつが出たら、あのディズニーのディズニーランドのあのペアチケットが当たるとかで、銀色のやつだったら iPad が当たるとか、あとなんかホテルのペアチケットとかもあったり、あとなんだったっけ、とデパコス、なんかコスメをゲットできたり、なんかスチーマーがだったり、ドライヤーとか、なんかシャワーヘッドとか、本当にいろんなものを用意してくださってて、それでそうお肉とかもあった気がする、お肉、あとね、何だったっけな、あ、憂鬱な、ちょっと消えちゃった、憂鬱なバラ、あとソンミ、アットマーク、ソンミーさん、ありがとうございます。そう、そういうのいろいろ準備してくださっててですね、で私そう結構その抽選会なんか後に回した方がなんかもしかしたらいいのが残ってるのかなとか思って、なんか残り物とかにいいのが残ってるのかなみたいな感じで後から引こうかなって思ってたんですね。だからあんまりそこまで急がずにその抽選しには行かなかったんですけど、したら結構本当にメンバーのみんながもう本当に抽選会でわーって賑わってて、すっごく盛り上がっててですね、したらさえさんから「ヒーローまだ弾いてない？」みたいな言われて「あ、弾いてないです」って言ったら「あ、じゃあ弾きに行こう」って言って、ね、言ってくださって、したらさえさんが「何の
メンバーに今からヒロが弾きに行くってよっていうのを伝えみんなに言って、そしたらユーナさんとかみんな先輩がえじゃあ応援しに行くみたいな感じでたくさん先輩たちが来てくださって見守られながらで、みんなからこうやってディズニー当ててって言われて当てたら一緒に行くよねってたくさんみんなからそうやって言っていただいて、そうプレッシャーだってなりながらこうやって引いてみたら、なんとアマゾンギフト券がゲットすることができました。めっちゃ嬉しい。アマゾンギフト券でした。私は結構白色が3箇所なんですけど、なんかね白色が3箇所なんですけど、でも白の3箇所でもスタバのギフトカードを用意してくださってて、だから外れなしな感じで、でね私が出た色が多分薄紫とかだったんですね。だから最初見た時あ白だと思って白3箇所やんって思ってたら、あ色ついてるよみたいな言われて、あ色ついてる、あ薄紫ってなって、そしたらアマゾンギフト券でしたそうめっちゃ楽しかったですね。面白かった。あれなんかすごいサンタさんなんかクリスマスプレゼントって感じですごい楽しかったです。みなみさんありがとうございます。なんかそういうね抽選会まで準備してくださっててすごい嬉しかったです。なんかねめっちゃ楽しくってみんなそう誰かが弾くたびにみんなが応援しに行ってっていうのがすごく面白かったです。水色さんありがとうございます。うん。それでね本当になんかね楽しかった。おプロトレックさんありがとうございます。そうねめっちゃ面白かった。なんかねすごい面白かった。先輩たちもめっちゃ先輩たちがめっちゃノリノリだったのも超可愛いなって後輩なんですけど思ってました。ちなみにアマゾンの欲しいものリストに何入ってるのかな。でもなんか欲しいものリストに何も入ってないんですけど私は。でもね本当に何に使おうかなっては考えてます。なんかゲームのソフトとかもいいかなって思ってます。考えてます。そう最近はポケモンとかそう久しぶりになんか最近ねあんまりゲームする機会があんまりなくて、結構なんかねドタバタいろんなことをね覚えてみたいなことが結構続いてたので、意外とそういうゲームしたりとかする時間が意外と取れなかったから、久々に昨日か一昨日ぐらいにしました。ポケモン捕まえてました。ともちゃんさんありがとうございます。本当なんかね気づいたらいろんなメンバーのみんなが応援してくれてゆなさんとディズニーあみんなが当ててって言ってくれて、そうゆなさん
つも仲いいよね、仲良くしてるよねって言われて、そうくるみさんとかも仲良くなるよねって言ってみんな、そうみんなディズニーランドを、ディズニーどっちなんだろう、ランドかシーか分かんないんですけど狙ってて、そう、それで私そのディズニーのが当たる現場にいたんですよ。なんと愛知さんがその金を当てられてて、そうめっちゃみんなでキャーって なってました。でなんか結構回す時に勢いでコロコロってどっかに飛んでっちゃって、金色っていうのは見えたんですけど、そっからそれがどっか行方不明になっちゃって、みんなあらそこってなってるところにイクノちゃんが発見して、イクノちゃんがあゲットみたいなこと言ってて、イクノちゃんが取りそうになったんですけどセーフって感じで、そうエミリーさんが一緒だといい賞が当たるとか、えそうなんですか。あでもそうエミリーさんも応援応援しに来てくださいました面白かった、今からヒールが引くってって最初に言ったら、じゃあ応援しに行くって言って、結構皆さんに見守られながら面白かったでも実はその抽選会があるっていうのを知って、そのディズニーが当たるよっていうのが、そういう情報を得た時にちょうどザーチと一緒にいたんですよ。その時にえディズニーが当たるらしいよみたいな、一番いいのディズニーが当たるらしいみたいな話になって、え待って行きたくねっていう話してザーチとね、ちょうど一緒にいたし、またなんか行きた、一回ザワチとディズニー行ったことがあって、本当はその時ナナカと3人で行こうって話だったんですけど、ナナカとはねちょっと予定が合わなくて結局2人ってその時にはなったんですけど、でえでそれでそのまたザワチとまた行きたいねって話してたから、えこれ絶対当てるしかなくないっていう話になって、そうまだ抽選の結果わからないんですけど、もう2人とももう当たる気満々で、もうなんかカチューシャとかも調べてたんですけど2人とも当たらずそうなんか被り物これが良くないとかもう先取りしすぎて決めてたんですけど当たりませんでした。ちょっと欲を出しすぎたらダメなんだなって思いました。はい、そう面白かった、なんかああいう抽選会なんか初めてだったのでめっちゃ楽しかったです。本当にね準備してくださった方たちありがとうございますっていう気持ちでいっぱいですね。楽しかったですね、だから結構そのクリスマスイブにめっちゃクリスマスを実感というか体感をなんか結構満喫させてもらった感はあったので、だから今日がクリスマスだからクリスマス私の中ではクリスマス3日目って感じです。メリメリクリスマスサイレンは、やばいクリスマスだから結構このおしゃべり会の日から今日まで結構クリスマスの曲をずっと聞いてました。メリメリクリスマスサイレンはあなたに会いたい、メリークリスマスホーリーナイト。あ、そうだ、そうですね。
今日の公演からバケツをかぶれを披露するようになったねって。そうですね、今日の公演、この目撃者公演、目撃者のクリスマス公演でバケツをかぶれを今日披露したみたいで、で、あとクリス、あ、めっちゃネイティブな感じのクリスマス公演でだったから、あのクリスマスの曲も披露してた。そう、去年は、今日は前座で出演させていただいてたのでだったんですけど、あの去年のクリスマスもあの劇場公演で出演させていただいてたので、パジャドラ、ちょっとひなたんが初出演の時で、だから去年はクリスマス公演出てたんですけど、今年もね、出演メンバーにはいなかったけど前座で出演できたので、クリスマス、劇場クリスマス2回目何かあったらバケツをかぶれ、って感じです。そっか、ザワチはクリスマスイブにアンダーデビューだったのね。制服の目、めっちゃ練習を頑張ってたイメージがあったから、本当にね、ちょっとね、あの日程は変わったりとかもあったと思うんですけど、無事良かったって思う。じゃあもうクリスマス今日で終わりなので、この後ろの背景もこれで今日で終わりかな。さよならクリスマス。たけさん、アットマークひいこぱんさん、ありがとうございます。クリスマスは何をされましたか皆さん。今日はでも平日だったから、あのお仕事でしたとか学校でした、あ、学校はもうもしあお休みか。そうか、そう、今日ですね、あのチキンを食べたんですね。めっちゃ急な話なんですけど、チキン食べて、もうなんかクリスマスって感じのチキンを食べたんですけど、めっちゃ美味しくって超美味しかった。それだけなんですけど終わり。めっちゃ美味しかった、マジで美味しかった。なんか最近食べたものの中で一番美味しかった気がする。でも最近はね、そのおしゃべり会とかのケータリングを用意してくださってたりで、美味しいものたくさん食べてたはずなんですけど、でも今日のチキンがちょっとこの期間一番優勝だったかなってね。どれも最高に美味しかったんですけど、でも最終日というか、あのちゃんとクリスマス当日に一番というか、めっちゃ美味しいんですけどってなるものにさらに巡り合ってしまいました。普通に焼いてある大きめのチキン、美味しかった、マジで思い出しただけで、ね、うまい。そう、それで今日私、去年実はサンタさんの方からプレゼントをね、朝起きたらいただいてたんですね。去年はあのそう、なんか結構ね、あのスリッパ、あったかいスリッパがあるからそれ欲しいなみたいな言ってたら、本当に届いてへーってなってたんですけど、そしたら今年はね、だから去年ね、
登場してくださったから、あのちょっと今年はどうなんだろうって思い始めて、去年はちょっとあの大きな声で、あこれが欲しいなとか言いすぎて、だからあのわざわざ気使ってくれた、あとわざわざねさあの届けてくれたのかなって思ってたから、でも今年はそういうの全然言ってたりしなかったから、でも去年は届いてたから、もしかしたら今年も何かあったりするのかしらとか思い始めて、まあでもまあ19歳だしもうさすがにと思って、別にそこまで期待せずに寝てたんですね。普通におやすみなさいって寝ます。起きたら起きたら届いてました届いてたんです。で本当はそれを今日見せたかったんですけど、そう今もうこのもう最悪もう手元に今持ってなくて、そうだから最初らへんになんか急にああみたいな言ってたのはそれのことですなんか多分配信始めた最初らへんぐらいに一人でああみたいな嘆いてたのはあのこれのことなんですけど、あの手元にないよっていうのを思い出して、あ持ってくればよかったのあれなんですけど、ちょっと取ってくるのがちょっとだけあのちょっとめんどくさいのであのまだあの年内には絶対に配信するから何回かすると思うので、その時にちょっと紹介させてもらいたいなって思ってます。ちなみにあのあでもな、今度見せる時に見よう何もらったかは。でも嬉しかったです。お手紙付きでした。あ日本語で書いてあるお手紙ついて来てくれました嬉しかったです。でももう来年は20歳なのでもう分かんないけど、願ったら来るかも分かんないけどね。ということで今年も届いちゃいました。ありがとうございます。ありがとうでも去年の前はなかったんです。届かなかったから、そう飛ばしてまた復活してくれました。ありがたいです嬉しかったです。やっぱねこういうのがあるからクリスマス楽しいなってなるじゃんそう、でもね今日キュギーナが練習をしに来てて、でサンタさん来たって聞いたら、あ来たって言ってました。でいろいろ話聞いて楽しかったです。てか今日ね前座で出させてもらってたので、今日一緒に渋井ちゃんとカレンと一緒に出演させてもらってたんですけど、もう希望のつぼみ公演の千秋楽がもうあさってだねっていう話になって、なんかもう本当にいよいよもうそんなもう近くに来ているっていうのに、なんかあそっかって今日またなっちゃいました。結構お話し会でも希望のつぼみ公演めっちゃ良かったって言ってもらえたり、なんだろうあのね千秋楽
話いいけど行きますって言ってくださる方だったりでね、あの残念ながら行けないかったって外れちゃったって方もいたりとかで、なんかでも始めた時には思わなかったくらいいい、そうやって希望のつぼみ公園好きだよって言ってくださる方が多くて、なんかそれはすごくなんか嬉しかったなって思います。直接ねやっぱり伝えていただけるのも多分さらになんかより嬉しく多分感じたんだろうなって思います。ありがとうございます。あ、つぼみのお話はオンラインでするね、ありがとうございます、おた楽しみにしてます。なんか結構あのねおしゃべりお話し会でそうなんか会えなかった期間の会えなかったっていうかお話し会がなかった期間の話とかをすることも多かったけど、結構趣味っていうか私があの好きなことが共通で好きだったりとかね、来てくださる方と共通の好きなものとかがあったりで会話が弾んだりとかもあったりですごい楽しかったなって思って、なんかやっぱり全然時間がねやっぱりね足りないなって思っちゃった。なんか喋りたいこといっぱいありすぎて楽しかった。結構ねあのねあそうあのアイドルさんのお話とかも結構いろんな方とできたなっては思いました。楽しかった。メリーメリークリやばい、多分明日もこの曲口ずさみそう。メリーメリークリスマスサイレンナイって、もう今日だから今日中にたくさん歌っとこうと思いました。メリーメリークリスマス、ようやくしたクリスマス、フフッ、1月1日もクリスマスの歌歌ってるよね。それはさすがにもう私でも歌ってないと思います。だから全然こんなに歌っといてめっちゃ明日から全然歌わなくなる可能性もあるなって今思い始めました。なんかそうなりそうな気がしてきた。意外とこんなに歌っといて明日も歌ってしまうとか言っときながら全然歌わないとかなりそう。なんか面白いこの帽子、本来多分こう後ろにやってなんか後ろにやったらなんか白いのが頭についてる。こうしないと前から赤い部分が、本来は赤い部分がたくさん見えるはずなんですけど全然見えない。そう、赤が少ないんですこれ。でも本当赤多いの、横から見たら赤多いんですけど前から見えないです。しかもねこの画角
あ、でもこうしても見えない。じゃあ見えないです。 何しても見えない。黄色、黄色、クリスマス、黄色、黄色、赤と緑しかないです。上に伸ばしたピクミン、ふん。だから今年のクリスマスは、今日がクリスマスだけど、その前々日からすごいクリスマス気分を味わえたので、なんかいっぱい思い出ができたクリスマスでした。今年はいっぱい楽しかったです。ありがとうございました。劇場から持ってきちゃったの、サンタ帽。これは家にあるやつです。持って帰ってないです。安心してください。でも今日もその写真撮影するときに、クリスマスのサ、違う、サンタさん、サ、ん、サンタ帽子かぶって、なんかだから結構毎日、そう、3日間そう、前々日あのおしゃべり会1日目はそのファンミーティングがあってて、その時はあのトナカイのカチューシャつけてて、めっちゃあの角が超長いトナカイのカチューシャつけてて、で次の日があのクリスマスイブだったので、あのサンタの格好全身でしてて、で今日はあの前座でだクリスマス公演出させてもらったので、その時に写真撮影の時だけ頭こういう感じのクリスマスのサンタ帽子かぶってたんですね。だからなんか何かしら毎日サンタクリスマスに触れるような格好をしてたし、あとだから撮影とかで、あのアイヤさんの撮影とか、あと生写真とかグッズのコースターとかの写真とか撮った時とかにサンタにもなったりしたので、結構今年サンタクリスマス系の何かになる率が高かったですね。それで今はツリーなんですね。確かにこれはツリーです。ツリーだけどサンタ、よくわからんけど設定がめちゃくちゃではあるけど、でもクリスマスっぽいかなって思います。そう、生写真の撮影の時にサンタになったんですけど、その時のあの衣装のイヤリングがめっちゃ可愛くて、大きめのやつだったんですけど、それが可愛かったなって思い出しました。あ、ゆびききさんのサンタ見た？あ、あれですね、なんかそう、あの直接は見てないんですけど、写真で見ましたよ。あの大きい空気がいっぱい入ってるやつですよね。それなんか前もされてましたよね、あのうさぎに乗ってるみたいなやつ。ねえ、面白い、かわいい。直接見たかったです、会いたかった、直接。それでそうね、大きい、すごい。どこで見つけるんですかね。すごいねえ、しかもね、可愛いのがすごい可愛いです、本当に。
そう、目撃者のユニット楽しみにしてます、嬉しい。なんか結構配信をするたびにっていうぐらいで皆さんに言ってもらってる気がしますね。これはそう、来年のお楽しみにですね、1月7日をが珍名地としての初の公演になるので、お楽しみお願いします。なんだろうって考えてください。答えはでも1月7日にしか伝えられません。はい、考えるだけ、今から考えててください。確かにユニット予想、ひろちゃんね、ユニット予想一番何が多いんだろう、皆さん的に。気になる。サボテンかな。アクセルですね、待ってますね。サボテンと思ってます。アクセルが結構見たいっていう予想ね、予想。星が見たい。サボテンだと思う。サボテン、星とサボテンが多いかもです。へえ、ニヤニヤ。ギター持って出てくるかな。あ、公演、演目違う、演目違うわ。目撃者なので急にギター持ってきちゃった。ここ点ですね、ねねさんがいつもやられてる夢のデッドボディ七日炎上路線。あ、七日と炎上が結構期待って感じ。え、七日かゆうなちゃんと炎上路線で、楽しそう、なんか嬉しい。くくくくく、なるほどですね。じゃあ多分 見た限りだとサボテンが多い気がします。サボテンで、あの希望、願望、あの希望は、あのアクセル希望っていう方が多いみたい。予想的には多分サボテンと星ですかね、かなが多いみたいです。じゃあ、なるほど、予想は聞きました。じゃあ1月7に答え合わせをしましょう。そう、あと生誕祭も当日にさせてもらえることが決まったので、しかもチーム H の目撃者公演で初めて、そうさせてもらいます。お誕生日当日の1月23日なので、あ、123です、私の誕生日は。あの、忘れるなって思ったら、あ、123かって思い出してもらったらそれです。なので平日なんですけど、お時間があればお願いします。2年連続で当日にお祝いさせて、お祝いさせてもらう、 お祝いしていただくので、ワン、ツー、スリー、フォー、よろしく、あ、フォーはでもいらないですね、一、二、三だから。うん、うん、そうですよ。24日はジーナちゃんの誕生日だね。そうなんですよ、1日違いなんですよ。嬉しい、なんだか勝手に嬉しい。
大縄跳びに入れないヒーローも見れなくなるのか。確かにおもろ。あれですね、あの希望のつぼみ研究生でやらせてもらってる希望のつぼみ公演の1曲目ワンツースリーフォーよろしくっていう曲があるんですけど、それで私大縄跳びに入れなくなるっていう振りでですねやってて、それ見れなくなるのかって結構それをね、なんかいいねっていいねか分かんないけどって言ってもらえることが結構あったので、確かに入れなかった、ずっと大縄跳びに。みんなこうやってはいって大縄跳べてるんですけど、いつも入れないっていう振りやってました。へえ、みーちゃんのチャンスの順番からの高嶺のリンゴ大好きだったから、へえ嬉しい。千秋楽は入るんでしょ、大縄跳びですか。じゃあちょっとぜひそちらもあのチェックというか見どころとして楽しみにしていただけたらいいなって思います。果たして私は大縄を跳べているのか、それかいつも通りまだ大縄跳びに入れずずっと跳べないが続いてるのかそこもちょっと楽しみに気にして見ていただけたらなって思います。どうなってるだろうね、面白い。ワンツースリーフォーよろしくね、嬉しい。お洋服似合ってるね、これはクリスマスカラーお洋服。あのこれね、全然見えないから、でもこれここがフリフリっていうかなってて可愛いと思います。目撃者公演のずっとずっとでゆうなさんとハート作るときハグしに行ってみようってアドバイス。そういつもハートこうやって一緒にハートっていうダンスがあるんですけど、なんかね、なんかあんまハートがね成立できなくてだからできてないので、いつかじゃあチャレンジしたいと思います。クリスマスバレンタインで誕生日、これが恋の三大きっかけでなんだってっていうセリフもやってましたね。そうだからね、そのセリフも私が千秋楽言うのか言わないのかも見てください。その曲セリフ、そういうセリフが3回あるんですけど、そのいつもはその三大きっかけでなんだってのやつを言う担当なんですけど、あのもう一個のポジションの方でセンターポジションをさせてもらった時とかには、あのなんだっけ、もう一個のやつ、みんなは言うけれど、みんなは言うけれど、くくるってさ勇気いるけどタイミングを逃すと大縄跳びみたいに入れなくなるよの方のセリフも何回か2回ぐらいやらせてもらったことがあって、だからまた
もしかしてそっちを言うのか、いつもの方のやつを言うのか、それともセリフが一個も、もしかしてその日はないのか、それか三つ目のやつなのかです。それもお楽しみにしてください。脳幹も、脳幹って曲も結構セリフが多くて、それもどうなってるんだろう、どうなってるんだろうって考えながら、そういつもは7人で公演させてもらってたので、研究生公演はそれを千秋楽は12人での研究生でさせてもらうので、だからやっぱり7人の時とはちょっといろいろね、いつもと違うかもみたいなところもあると思うので、そういうのもちょっと見比べながら楽しんでいただけたらいいなってはすごく思ってます。そうね、全国のもし3位もさせてもらってましたね。そう、夏美さんとかエミリーさんとかのイメージがすごかったので、その歌割りのところ、恋の傾向と対策だからね、なんかそこのパートできてたのすごく嬉しかったなって思います。なあ、みーちゃんの農家の歌い出し好きだった。専門するかな、しないかなそれしか言ってない、さっきからね、なんかどうだろうってしか言ってないけど、ね、いつか美しきもののセリフもやってほしい。難しそう、いつも見てるんですけど難しそうだなって思いながら、すごいかっこよくねやられてるから、皆さんすごいなって思ってる。そうね、ずっとはぐね、なんかずっとどうなんだろうねってはぐらかしてる感がすごいけど、そうだから声の傾向と対策もその結構セリフやるやん、そうやねとかいろいろあるから、お願いとかもあるし、いっぱいあるから、そこもいつもこの子が言ってたところをこの子が言ってるんだってなるかもしれないし、いつも通りの子が千秋楽もやってる担当してるかもしれないし、結構見どころはたくさんあるんじゃないかなってすごく思ってます。帯与えようか、確かにつぼみ公演みな、ね、7人つぼみ公演の7人公演を見慣れてると12人とかになっちゃうとね、あ、しかも確かに普通のチーム公演だったりパジャドラの公演が人数多く感じるって、確かに、なるほど、確かに。でも7人公演だったので、やっぱ16人、普段は16人公演だから、7人公演、研究生公演の時は結構楽屋がすっごくスカスカな感じでしたね。だからいつも不思議な感じにはなってました、私たちもそういう面で、あ、なんか全然人がいないねって最初なってました、みんなで。
ね、嬉しい。7人公演のつぼみ楽しかったっていうのが見れてなんか嬉しいです。つぼみ連続で行ってたから久しぶりにパチドラ行ったら人多くてびっくりした。それがでも普通がそれだから。でもね、やっぱ7人に見られちゃうとそう感じますよね。面白い。おもろ。嬉しい。毎回メンバーの成長が見られて感動してる。嬉しい。こそっとつぼみ公演続けていいんだよ。続けちゃおかな。みんなで一旦続けてみるって話して。おもろ。確かにみんな本当に MC とかでお話ね、私もだけど、なんか やっぱりつぼみ公演を通してなんかね話せるようになった部分もすごく多かったと思うし、ね、やっぱり研究生だけでってなるとみんなで力を合わせてっていう感じだったから、みんな多分初日希望のつぼみ公演の初日と比べたらどういう面でもそのパフォーマンス面でもその話したりっていう面でも多分結構変化がねあったんじゃないかなってすごく思いますね。だから明後日は千秋楽なんですけど、ぜひいろんなところを普段の7人公演の時とのなんかここがあちょっと違ういつもと違うかもとか、ここはあの子がいつも通りここやってるんだとか、そういうのとかもなんかちょっと気にねしながら見ていただけるとなんかもっと楽しめるのかなって思います。じゃあ今日はクリスマスだったということで、たくさんお話をお話に付き合ってくれてありがとうございました。じゃあそれでは今日のランキングを読みたいと思います。13位、ゆうかさん。12位、にょろちゃん。間違えた。にょろぬ12位、にょりょろちゃむさん。11位、みんなみくさん。10位、茶沢通りの魔術師さん。9位、ガッさん。8位、強し12秒さん。7位、憂鬱なバラアットマークソンミンさん。6位、みなみさん。5位、水色さん。4位、ともちゃんさん。3位、プロトレックさん。2位、たけさんアットマークひいこぱんさん。そして1位はりゅうだいさんでした。それでは配信を見てくださってありがとうございました。じゃあもう終わっちゃうけど最後にメリークリスマスでした。それではおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。